好，那么紧接着就是工会动乱篇的最终章，第一章动乱的开端。骑士团与五小的因缘化作了动乱侵袭了整个伊兹尼亚。梅西亚为了阻止这场斗争，与赛德斯分开后独自行动。另一方面，争执不休的亚里莎与艾丽卡则听到轰然巨响后停了下战斗。此时伊利斯介入两人之间，试图让他们携手合作。不太可能吧？怎么可能合作呢？都已经这样了。艾莉卡已经打上脑了。偽りの太陽が。不要不要杀妹子啊！欸，不要杀大神啊！哦，我以为他杀大神。那何なんだい？しまったのかい。梅西亚出现了。皆さん、大丈夫ですか？あんたこそ大丈夫かい？他是跌倒吧？我总觉得梅西亚要跌倒了。今、奉行たちが、奉行たちがこの国に反乱を。梅西亚。快逃啊！戦闘が起きている。今の音もおそらくは。しかし、誰の指示で部隊が動いている。俺は把握していない。おそらくは団長が。セタスさん、皆さんをお願いいたします。君は。私は止めます。この騒乱を。これは。お二人ともどうか争うのはやめてください。イリスさん、あなたのざれ言を聞いている暇はありません。何かが起きています。この国で何かが今。ざれ言を聞いている暇はない。そう言ったはずです。エリカさん、もうやめてください。あなた方の耳には届きませんでしたか。今の轟音が始まります。我觉得当初应该跟他讲说披风不要了，应该跟那个伊夫人讲披风不要。你看这个直接挡住那个伊丽丝的脸。私のなすべきことをなします。なすべきことって怖い人を助けて優しい人を倒すって、それがなすべきことなんですか？どうあれ、サイは投げられました。騒いでいても仕方ありません。エリタさん、アリサさん、そして司祭よ。次に会うことがあれば、その時はお覚悟を。下一次、我觉得肃清掉你们了。どうして、私たち仲間じゃないですか。アリサさん、イリスさん、私こんなの嫌です。だから。私、ブレイドライツ騎士団の皆さんに会ってみようと思います。きっと戦いたくなんてないはずです。皆さん優しい人たちですから、他に方法があるって分かってくれるはずです。あなたの思いが通じれば、分かたれた者たちも一つになれる。私も協力いたします。ありがとうございます。ヤリサ要再次使用相信我之术。私止めます。優しい人が傷つくって言うなら、人が死ぬって言うなら。第二章，燃烧的街道。为了阻止动乱而赶往骑士团的亚里莎与伊利斯在途中与赛德斯相遇。就在此时，从耶斯加玛利的教会传来了爆炸声，伊利斯便与两人分别朝教会的方向奔去。無事だったか。セタスさん、今争いが起きてるんですよね。
ブレイドライツ騎士団と、ね、私、よくわからないですけど、傷ついたり死んだりするの嫌なんです。だから、止めたくて。俺も同じだ。しかし、状況が飲み込めん。というと、ブレイドライツ騎士団副団長、メイシアによれば、今回の作戦は団長自らが指揮を取っているそうだ。だが、俺は何も聞かされていない。無行が仕掛けているのか。所以团长是谁？反撃を行うことさ。哦，所以后面还有一个人。セタスさんが知らないなんて、そんな。那赛特斯的职位是什么？団長を直接問いただすべきだ。我怎么前面玩了八个主战者，还没有看过团长？君は。私はブレイドライツ騎士団のどなたかに話を聞こうと思って。じゃあセタスさん一緒に。ボーン。また。煙が上がっている。あの方角はエスカマリの。哇，艾琳娜实验室如果被炸掉的话，应该把整个城市肃清吧。あっちに大切な人がいるんですか。だったらイリスさん行ってください。ですが大丈夫です。私のこと信じてください。私もイリスさんのこと信じますから。ありがとうございます。必ず戻ります。では行くか。はもはやこうなれば。無行。引け。俺は戦いを望んでいない。完了。吴小妖用这招了，舍命攻击。貴様らが貶めたのだろう。我らの誇りを、我らの命を。お、ユアンさん。彼を説得したところで状況は変わらない。でも。対局を制するには戦うしかない。こうしている間にも戦火は勢いを増している。管理者のスキルさせる。ヤニサーピーボン又挡住了な。今度こそ。この手で世界を救ってみせる。サイダス表示、え、我已经够边缘了，你还把我的镜头给挡住。ごめんなさい。でも、決着はついた。もうやめてください。戦いたくなんてないのに。ザレン音、そう怪我し。我らの未来を奪ったのは貴様らではないか。ヤニサ再次挡住。何を言う。赛德斯很知道哦，直接抢镜头。真実の月に再びの。ダメ。うわ、又来了。ダメ。阿拉花光之术。ダメだよ、こんなの。命を奪ったり捨てたりしちゃいけない。そんなことしちゃいけないのに。ブレイドライツ騎士団の皆さんはいい人です。私知ってます。無行の人たちだって怖い人だけど、でも死んでいい理由にはならない。そうですよ、そうですよね、セタスさん。ああ、全てを語ってもらおう。俺自身この状況には納得していない。ギルド間の均衡の崩壊はこのエスニア国の崩壊を招いてしまう。これほどの規模で事を構えるのはあまりにも性急すぎる。ブレイドライツ騎士団の団長がこの騒乱を主導したと。わからない。だが聞く価値は。団長、快出来给我面对。ならば俺も同行しよう。その団長とやらがネルヴァの器だとすれば、話は早いのだがな。团长。器？就是器。それ。この国のどこかに粛清の管理者ネルヴァの器だった者がいる。それって悪い人って。団長が悪人だと。わからない。だが疑う価値はある。問答は不要か。アリサ君。はい。そうですね。今は急がないと。ユアンさん、セタスさん、行きましょう。団長さんがネルヴァの器で悪い人。
ブレイドライツ騎士団は正義のギルドなのに。ううん、きっとそんなことないよ。話を聞いてみればわかるはず。团长出来面对。第三章，战火。在亚历莎等人前往骑士团的同时，伊利斯抵达了教会，并顺利与马龙会合。伊利斯从他口中得知，引发这场动乱的正是骑士团与吴晓的姻缘。哦，どこまで貴様らは。这五小人到底有多少啊？总觉得他们好厉害啊！一方面倒的都是五小人呢、欸，然后人很像还无限。どうしてどうして無意に人を殺めるのですか？知っています。争いはおのずと起こるもの。止めようもない災い、貧困が、格差が、過酷が過酷を呼び災いをなす。ですがそれでも。痛みに甘えていてはなりません。痛みに抗い、過酷に抗わなければ、世界は一生救われないままではありませんか。どいてください。どうかご無事で。マロンさん。情けない姿を見られてしまうのはこれで何度目でしょうか。マロン、マロンさん、おけがはありませんよ。イリスさんは。私も大丈夫です。マロンさん、教えていただけませんか。今この国に何が起きているのか。你看マロン的回扣说很多、哦、你看他后面正義の这个宫殿都闪闪发光。その因縁が戦火を巻き起こして、说是处理工会之间的平衡、然后偷偷暗中收了很多钱。私の知る限り、無行はかつてブレイドライツの一部でした。しかし、不当に貶められ、虐げられ、歴史の闇に葬り去られてしまった。彼らはその復讐を果たそうとしているのです。起こるべくして起きたこと、銀行の名を冠していても、まあ大丈夫です。信徒の皆さんに動いてもらってますから。信徒们，上啊，狂信徒们！信徒の皆さんはご無事でしょうか？おそらくは。それにしても妙ですね。あれがブレイドライス騎士団なのですね。しかしなぜここに？お？感づいているのではないか。ユリアス出現了。ユリアス・フォルモンド。悪くない悪くない闘争の空気だ。しかし暴れ回っているのはうぞうむぞうの雑魚ばかり。他根本就喜欢超想要那个啊世界大乱啊打一打去啊最开心了。お前は知っているのだろう。5人目の強者を。应该就团长的吧。何のことだか。地位的强者。お前はこの争いを予言していた。すべてはお前の手のひらの上だった。まあいい。蹴散らしてからにするとしよう。マロンさんは下がっていてください。ふん。お前こそ、下がっていたらどうだ？いいえ。私は戦います。不要抢我的头啊、イリス。決めたのです。ご無事ですか、マロンさん。片付いたな。では話してもらおうか。5人目の強者ですか。見当もつきませんね。そもそもなぜ5人なのか。己が牙を隠すのは許そう。しかし、え、あなたはどけ。他想要打马龙就对了。气气气气气。答えろ。もし伊利斯被一击秒了。ここでお前と戦うのも悪くはないが。恐ろしいですね。わかりました。白を切るのはやめましょう。と言いますか、少し頭を働かせればわかることです。
この国にはいつの強者自然会是谁？五人の強者は团长。ギルドの長だと。療養中と聞いたがね。ブレイドライツ騎士団がそう言っているだけです。本当のところは誰も知りません。なるほどな。確かにこの双眼に映すが早いか。強者と戦い、あるいは越え、あるいはあやめ。あなたはどこへ向かわれるつもりなのですか？私はなすべきことをなすだけだ。疑うことなどないのですね。その目的もあり方も。強者を打ち倒す。我が意志と我が力を持って。打打。それがすべてだよ。ジェディアス再次展现出他的个性。なんとも単純な切り口ですね。人に強いも弱いもないと思いますが。我觉得他这样的感觉跟お前たちが有一部作品叫做《东尼剑游记》，有一个叫杀无声的，就是一直找强者打，然后输了就算了。他就是要一直挑战强者。そうですか。超像。お前こそどこへ向かうつもりだ？笑みが張り付いた顔で。尤亚斯应该想要痛扁他。何もかも知っているような。这个嘴脸最厌恶的。お前を狩るのは最後になるのかもしれんな。困りますね。ヴァンパイアの勘というものでしょうか。マロンさん、おケガ。大丈夫ですよ、イリスさん。彼は去りました。イリス、你不是主教吗？赶快乃自己啊！然后又来了。嵐はまだ過ぎ去ってはいないようです。切り抜けましょう、マロンさん。共にこの騒乱を。ね、そうですね。两个主教互奶，无敌。第四章，佐勒、伊莎贝尔与艾莲娜两人一同待在马奇斯高洁会。相较于十分在意街上骚动的伊莎贝尔，艾莲娜则对外头的动乱丝毫不感兴趣。于是伊莎贝尔向她道别。独自一人前往街道，怎么会有皇家？难道真的又要遇到艾莉卡了吗？怎么那么会遇到艾莉卡？ねえ、外が騒がしいわ。ああ、そのようだな。気にならないの？私の集中力は音を断ち、視界をも制御する。研究に影響はない。無業とどこかが戦っている。そうなんでしょ？だとしても。私には何の関係もない。関心もない。イザベル、この会話は無意味だ。私は迷わない。だから私は、お前の迷いを払うこともしない。お前の迷いに答えを出すこともない。私は価値を追求する。価値のために、断りを突き詰める。知り、学ぶ、証明する。それが私だ。それ以外は私ではない。ごめんなさい。私、あなたに甘えてたみたい。甘えを許す私だと思うか？あなたはそう言って。这是什么百合剧情？羨ましいくらいに。怎么都是白的？答えは出ない。答えなんて、ないのかも。それでも行くと。そうね。そうしてみる。ずっとこもって迷ってるよりいい気がするから。我觉得这个啊，这八个人就像是替身使者会互相吸引一样，最终又会一起去找团长，都被那个团长吸引了。あなたと一緒に話して考えられて、エレノア、ありがとう。あなたは嫌がるだろうし、私も変な感じだけど、友だと。お前はつくづく興味深い。艾琳娜，这一段真的好甜呢、啊。局里局气，局势大好。あんた何してるんだ？逃げた方がいいぞ。争いが始まってるのね。ああ、無業の連中が反乱を起こしたらしい。ぼーっとしてたら巻き込まれちまう。又来啦！下がって。
死不关的无效。我らは真実を証明する。かばってくれてありがとうよ。さあ、あんたも逃げようぜ。大丈夫。大丈夫って、くそ、気をつけろよ。カイルもこんな匂いに包まれてたのかしら。焦げたような、煙いような。ふん、確固たる意志もなく彷徨うつもりかね。尤迪亚斯怎么可以那么厉害，到处串场。あなたは迷いと。你不是要去找团长吗？迷うこと、悩むことは弱者の特権。私はなすべきことをなすだけだ。なすべきこと？覚えが悪いな。今さら語る必要があるかね。どこへ行くつもり？今のお前ではたどり着けん場所だ。まあ、せいぜい気をつけることだな。ここは戦場。意志なき者は死と出会う。竟又不见了，他开始对那个伊莎贝尔先指导一番。他应该是经过的时候忍不住，哎，又有一个人在迷惘了，我来指导一下好了。就跟看到罗文一样，忍不住叫他使用力量操控我方法一样。先ほど見えたのはユリアス・フォルモンドですか？あなた、あの者が関与してくるとなると、また一層荒れますね。那为什么他不先开导一下艾丽卡？我觉得最先开导、最需要开导，目前是艾丽卡。かばうつもりはありません。对，艾丽卡没有遇到那个尤迪亚斯。言われなくてもそうするわ。私の魔法を見せてあげる。かばうつもりはありません。あの方を。これで終わりです。この争いは激化の一途をたどるでしょう。命が惜しければ逃げることです。あなたはどうするつもりなの？なすべきことをなします。なすべきことって、どうしてそんな風に簡単に決められるの？それが本当に必要なことなのか、本当に大切なことなのか、一瞬も疑わないのはどうして？疑う余地などないのです。背を向けた過去が姿を変えて現れた。我必须诚实的再用再面对一次，用不同的方式，跟当初的我选择的方式完全不一样。我想看看结果到底会如何。结果两种结果都不好，然后就从此黑化了。無行のために剣を振るいます。無行の邪魔となるのなら。又来了，又来警告了。無行って襲いかかってきた、あの、わからないわ。何が起きているの？哈哈，谁叫你都爱跟艾妮娜在那边谈恋爱，所以你都不知道发生什么事情。我觉得露娜应该也会都不知道在干嘛。悩むことは弱者の特権。那个露娜是，私はなすべきことをなすだ。就一直跟着那个女娲走，不知道有没有了解这个世界。マーロン様、申し訳ありま。どうしてそうも簡単に命を奪えるの？なんでそんな簡単に人を傷つけられるのよ。私は迷ってしまうのに、なすべきことも、あの丘、まさか国の外にまで広がっているの？怖いわ。争いで人が死ぬのは、私。カイル。カイル。あなたはこんな恐ろしい場所に立ってたの？私、何も知らなかった。接下来有露娜了吗？愤怒的巨人怎么看起来像是罗文？与众骑士团团员持续交战的罗文发现了在街上徘徊的伊莎贝尔，看到伊莎贝尔独自行动，让罗文十分的担心，但他却对其心意
不予理会，并要他先行离去。终于可以玩露娜了，我们来玩露娜。またか。今の音の方角は。彼がいるあの丘か。いや、違う。理由を探るよりも先に、俺は。ローウェン。イザベル、無事だったか。ええ。イザベル、君はどこへ。止めたいの。争いで人が死ぬのは嫌よ。そうか。だったらもう一度みんなで。分かってるから今は言わないで。すまなかった。あなただけじゃないわ。悪いのは戦火は国の外にまで広がっているかもしれない。ローウェン、もう一度みんなと一緒にって言うんだったら。ああ、この争い止めなくては。言って。それがあなたのなすべきことなんでしょう。わかった。しかしイザベル、君は本当に大丈夫か。他当然要打起来啊！ここはもう戦場だ。我觉得他们应该已经可以去升几句台词，然后先打再说。俺が言うべきではないのだろう。だが心配だ。不用担心哈，你们都是天选之人。君が言って。私は平気だから。イザベル。あなたにはなすべきことがあるんでしょう。だから言って。わかった。だがどうか気をつけてくれ。俺が言うみんなの中にはイザベル、君もいる。君が許してくれるなら。誰も彼もがバラバラで、どこにいるかだってわからないくらいなのに、それでもみんなというので。バカローウェン。バカね、ローウェン。でも一番バカなのは。就是我爱着这个八嘎的我，这个八嘎。哎，尼古拉，やはりいたか。我觉得他根本就不需要帮尼古拉。怪我の心配はするまでもないかな。おじさん？君もいたのか。ルナ、このおじさんと遊んでたの。そうか。哦，对，接到那个露娜跟尼古拉正在玩躲秘藏的时候，然后就突然跑出人。無業の連中が現れたと思ったら、ブレイドライツの奴らまで出てきてさ。無業の者が言っていた。偽りの太陽により、この国を戦火が襲うと。また、もうやめてよ。好きにさせるものか。もうやめてよ。あの方を。应该不会。生と死の狭間へようこそ。唱功四点，应该不会旋律吧？森にご飯をあげましょう。痛い、怖いよ。ルナをいじめないでよ。ルナ炸掉。我们该玩龙族了，我们该玩龙纹了。这是什么东西？丹丹先生是什么？暗黑龙脊，哇靠，好暗黑的蛋蛋哦！这是什么东西？哇，法布纳，哇哦，你是在这是什么东西？龙帝逆鳞，你也太中二了吧 ，Sagans！ 这制作者，这个制作人是吸了什么、啊？吃毒吗？魔海女皇，你确定这个不是给我魔海女皇是旧的还是新的？我不知道哎、欸，什么狮龙名校单子抵御，单子抵御应该有那个啊，安妮尔哎、欸，真的有安妮尔哎、欸，爱真上中是什么？哇，怎么那么中二啊？爱真上哎、欸，上中在哪？我看不出来啊，上中嘞、欸，这种废卡你也放。
灭杀使者是灭杀之铠吧？你一张灭杀之铠，哎，我觉得这个好像蛮好玩的，我们是要玩一套灵狐主宰。奈芙弟子，你在转什么啊？那个乱组吧，你在秀奈芙，还给你闪奈芙。新手看上，哇、哦，这个好像很强哎、欸，可能转不到什么东西。名言咆哮，我就看一下炎在哪，没有炎的感觉啊。受到的火焰呢？炎之呼吸呢？我们用这个好了，我觉得这套有强度，其他我真的不知道来干嘛的。这套应该是真的有它的强度，因为机械值差不多就长这样。停止します。正義のため。うるさいのはいや。ルナは遊びたいの。うるさくしないでよ。ルナ想玩捉迷藏，不要再来闹了。那。ローベン、ルナのこと頼めないか？そのつもりだ。いや、助かるよ。どうも予感がするんだ。まずいことになるって。予感？いや、確信かな。ほら、あんたも知ってるだろ？俺が化け物だってこと。俺っていう化け物は、銀行っていう鎖で繋がれてた。いろんなギルドが牽制し合うから、俺は自由に動けなかった。ってことになってる。鎖がちぎれたらさ、化け物が暴れ出さないかって、不安になるだろ？当然だよな。だからこうなる。俺が暴れ出して、被害が大きくなる前に、は、四小姐吗？俺を殺して、可是尼古拉、止めようとする。尼古拉又没有做任何危害的事，为什么大家都要与他为敌啊？まあ、相手もそこそこ準備してるんだろうけどさ、化け物だしさ。おじさん、ルナと遊んでくれないの？じゃあルナ会很孤单ね。いや、この状況じゃ無理だろう。終わったら遊んでやるから。ローウェンと行けって。ああ、特に行くあてないならさ、マーロンのやつは。看、尼古拉明就还关心他的朋友那个马龙。他明就是一个很好的大汉、为什么要把他肃清掉？教会にいると思う。わかった。君にはいらない言葉かもしれないが。で、はあ、止めに来たんだろう。メシア真打得赢尼古拉吗？まさか一人でってわけじゃないだろうし、俺のことも知ってるんだろうし、加減はしないし、できない。鉱石食って、全力でやる。俺を倒す算段も作戦も、無駄になるぞ。いいか？お、まあ、ニコラ認真な。命が、わお。噛みつけ。蛇のごとく、摂理の逆転、くさびの気候。おお、全集中。機械時間ニグラ。別世界より来た異物。ニコラは出る。面倒だし、嫌いだから。このソーランも、お前も、この手で潰す。全集中尼古拉，他到底是什么呼吸呢？你们觉得尼古拉是什么呼吸？第六章英雄，你与本次对战中使用的主题牌组可从商店进行购买。此外，给我推销好吧？什么东西？推销币。与伊昂赛德斯同行的亚里莎抵达了骑士团，在房间内虽然看见了似乎是身着铠甲的团长，但是当伊昂释放魔法毁灭铠甲后，其中却不见团长的身影。什么？难道是灭杀之铠？平気か？
抱えてやるべきだったな。すまない。大丈夫です、平気です。それで団長さんはどこに？この部屋だ、団長。返事ないですね。他蔡德是真的有看过团长本人吗？団長とのやり取りは副団長が行う。それが団長からの命だと。跟傀儡政府哎。そうか。壊しちゃっていいんですか？すまない、本来ならば俺が。騎士は使え、控えるもの。知っているさ。团长出来面对啊，团长。ごめんなさい、入り。お、有点帅啊，团长先生。聞かせていただきたいことがあるんです。その、今、無行と。欸、其实我还没想要看清楚他的面容了，他自己切太快了。これは器の気配。いや、違う。爆掉了！嘘、嘘、なんで？ジジ、一切都是傀儡政府。器であると、騒乱の首謀者であると推測していたのだが、これは器ではない。人ですらない。看来器有另有他人。によって操られた。文字通りの傀儡。じゃあ団長さんはどこに？ううん、そうじゃなくて、この争いを好きしてるの。我刚想说怎么伊兰的手突然多了一个丝线。大丈夫ですか？ああ、助かった。はい。可能な限り助けろと。そうか。だがもういい。俺たちよりもリオードさんを。わかりました。頼む。あの人は俺たちを背負ってくれた真実なんだ。私にとってもそうです。あの方は人間らしく成長を遂げたか。目が違う。今はあなたにさえ関わり合っていられません。ブレイドライツ騎士団の団長を狙うと奇遇だな。あなたもですか？なぜ？語る必要はなさそうだ。感じはしないかね。由于亚斯根本就已经知道剧情怎么演了，还在装。そうか、これまでは余興だったか。幕が上がる。喜劇あるいは悲劇、どちらにせよ私は楽しませてもらうだけだがね。おかしい、彼らは本当に人なのでしょうか？怎么杀都杀不完，然后还瞬间移动？你是药船哦！其实我在跟神族对战。まるでネクサスが作り出した虚ろの影たちのように。对，你猜对了，就是虚幻之影。看那个眼神就知道了。大丈夫か？ロウエさん、ルナさんも。哎，不是说好保护露娜吗？就把他带过来这边。哎，哦，对啦，那个什么，尼古拉が気を回してくれたようですね。叫主人来这边。道は俺が切り開く。まずはこの教会から脱出しよう。なるほど。ですが。お、第二次戏剧。そういうわけにもいかないんですよ。は？マーロンさん、何を？は？いや、ごめんなさい。ようやく読めたというか、は？なんというか、こうするしかないみたいなんです。马龙果然是坏人，我在一开始的时候就说他怪怪的。あなたを止めに来ました。あなたこそが元凶。いえ、正確に言えば、あなたとマーロンさんこそが全ての元凶なのですから。あなたとエスカマリは秘密裏につながっていた。
什么？エスカマリは原来尼古拉也是坏人。あなたはエスカマリに武力を与えた。金鉱などというお題目を掲げて。他原来跟露娜玩捉迷藏都是假装的，都是他的演技。エスカマリの暗躍を続けた。私たちの訴えを退けて。マギスからは金銭を巻き上げて。いえ、干渉していたのです。裏で糸を引き、彼らを焚きつけて、そして、この騒乱を作り出した。可恶！なるほどね。居然是这样。そっか。想得真完整啊。考えたな。そういう筋書きで。居然就被你发现了。那我只好露出真本事了。其实尼古拉我就是气。そうなんです。どこかにいるのは分かってたんだよ。俺と同じ。此世界有跟着我一样，还是异世界的人。还有那家伙在偷偷偷偷摸摸地在暗处里做事。お前だったのか。メイシア・ラフォージ。原来是你啊，梅西亚。隠してたのは正体だけじゃありませんよ。他大要出鞘了吗？你的刀怎么那么机械化啊？あなたの力も、マーローさんの察しの良さも、困っちゃうんです。あの方にもう一度会うために、有用性を示さないといけませんからね。すでに、エスカマリは借り終えました。無行もほとんど潰せていますし、マギスは知らぬ存ぜぬでしょう。我想问一件事情。我可以说画面然后截图吗？有这个功能吗？还有跟那个 ACG 游戏一样的功能吗？没有。啊，算了。注目が上がります。始めましょうか。私はここで。这个声音，这真的想不到啊！原来梅西亚会这个竖起的一刀，我都想不到哦。原来他是幕后主使者，我只以为那个竖起的一刀，那个只是装饰，那个脸上那个塔，那个刺青只是装饰。第七章罪孽，解放力量后啊，马龙缓缓的道出自身力量的秘密。他的身体啊，能将生命力化为魔力，但是那股力量啊，一旦置之不理，则会失控。最终将会导致自身的毁灭。做好觉悟的他选择独自留下，让伊利斯等人先离开。マロンさん、教えてください。どうして？私、狙われてるみたいなんですよ。多分今回の首謀者から。いや、参りました。所以现在马龙是以为他们都也都是坏人就对了。イリスさんには少し昔話をさせていただきます。我已经坏掉的事情。私の体はちょっと壊れていると。私の体は生命力を魔力に変換できるんです。いえ、してしまうんです。望まなくても。所以说他越多的魔力他就死得越快。私の体は魔力を生み出し続けます。これがまたとてつもない量でして。这是某种诅咒了吧。まさか。過ぎたるは及ばざるが如しとはよく言ったもので。追っておくと文字通り爆発しちゃうんですよ。魔力が高まりすぎて制御できずにドカーンと。だからまあ、この両手の文様を通じて信徒の皆さんに魔力を分け与えている次第でして、いつば能量传给大家。それでようやく生きてられるんですね。お兄さん、死んじゃうの？なんで？邪魔だからじゃないですかね。この国のことをよく知っていますし、賢いですし、まあ魔力もたくさん持ってますし。そんな。マロンさん、私たちがいます。私たちがお守りします。いや、そうもいかないんですよ。赶快把那个皆さん、马龙，赶快把你的力量注射在露娜还有那个伊丽丝的身体里面啊！
このままだと把力量分给这两位，然后就也分担了。私の元に延々と兵を送り込み、牽制しつつ、私の信徒は。看这个策略也太聪明了吧！连马龙是怎么运作都知道。悪知恵が働く相手ですね。また。数が多い。この度の騒乱は。この時より始まります。敵の攻め手はさらに苛烈に凄惨になる。敵兵の数は抑えきれないほどに増す。この争いの首謀者はまず、私と、おそらくはニコラ潰すつもりでしょう。どうぞ、ここは私にお任せを。炎がかき消えた。なんて魔力だ。どの道私は死にますから。魔力を暴走させて爆発するか、生命力を使い果たして彼。マロンさん、いいんですか、こんなところで。十分です、十分すぎますとも。イリスさん、皆さん前に進んでください。こうしている今にもあなたたちにとって大切な人が傷ついているんです。助けてあげてください、救ってあげてください。そしてもしよろしければあの丘へ、彼の元まで。ありがとう、ここは任せた。死んだらお別れだ。ルナ突然跑出来了。ダメなのに。你看躲在哪？あなたも前に。难道躲在罗文的背后吗？では、もう言葉など。イリスさん、私とあなたは違いますよ。あなたは進む。私は終わる。マロン。ですがまあ。私の終わりは恐ろしいですよ。あなたたちも当然終わる。不行啊，你都只是跟一些小兵陪葬，你要就直接去找那个啊，最终的最强的那个管理者，把他炸掉。あら、終わりましたか。哇！お前。制御された防衛、まるで空間を削り取るかのような一撃、脅威ですね。不会吧，尼古拉？尼古拉要GG了吗？说尼古拉是机器人，应该还在拼起来吧？よかった。あなたが優しくて。すごいでしょ？この剣。瞬间之光骄傲。マロンのやつ、バカなこと。他是不是知道马龙发生什么事了？エスカルに信徒は狩り尽魔力を爆発させて死ぬか、魔力を使い切って死ぬかしかないですもんね。お前本気出すの遅すぎませんか？ぐ、めちゃくそ、終わりゃいいって思ってたけど、今かよ。私が壊れてしまうと思って支援してましたね。あなたの優しさ本当に助かります。それにしても、妈，不是不是，尼古拉竟然还在在意说会不会把他打爆，哎，人也太好了吧。あの方にも届いたでしょうか。届いていると。おや、真相に気づきましたか。お前だったのか。その言葉を口にした人。そこで跟你说一样的话已经倒在那了。一からお前。太游刃有余了吧。そう。忘れてしまいました。もうずっと昔の話。这已经是梅西亚太软弱，然后就被控制了。あなたにとってはこの戦いはまさに決戦。ですが、私にとっては違います。幕まで死んでください。吠えるな、贋作。
貴様の剣は真実に至るもの。你后头有够呛。年月をかけて魔力を溜め込もうとも放てば尽きる。これは違う。込めた魔力は幾度震えでも失われない。秘めた輝きはいくら隠しても失われない。这才是属于李欧德的。李欧德剑舞。真実の剣。お持ちでいらっしゃったとは驚きました。いけませんね。物事を曖昧にしては。それに、なんとも我慢強い方ですね。真的很能忍呢。隠すために、今日この日まで一度も抜かず。根本这把剑还会变形吗？一生を期するために。不然我觉得他剑舞这个样子真的有点挫。你看那个梅西亚这把就多帅。この国を見捨てて、私がこの贋作に込めた魔力のすべてを使い果たしたら、ようやく現れる。まさか、俺に誇りを解くつもりか。ここに立つはただ一匹の獣。血と泥から這い入れた獣よ。英雄になるつもりはない。偽りの太陽を落とし、真実の月に栄光を。貴様を討ち、真実でこの国を照らす。そうすれば、闇の底に沈んでいった者たちも報われるだろう。過去が大好きなのですね、リオードさんは。少なくともお前に未来はない。終わらせよう、太陽と月の騒乱を。叮叮，还有两章。第八章，谎言。在亚历莎一行人得知真相后，赛德斯独自离去。而此时，尤迪亚斯与艾丽卡到达了骑士团，看到空空如也的铠甲后，尤迪亚斯立刻看透了真相：梅西亚·拉佛吉就是主导这场动乱的元凶。哼，这样你也看出来？我们可以直接玩那个。快快的艾莉卡。団長さんが空っぽだった。じゃあ争いを起こしたのは？什么？就是你，赛德斯！快点，赶快把弓面对着那个赛德斯。止める。セタスさん。何か感づいたようだ。你们都不是怀疑赛德斯吗？はい、セタスさん、待ってください。エリカさん、ブレイドライツ騎士団の団長はここですか？リオードさんはいないだろうな。奴の気配はここにない。ではどこに？さてね。まあいい。待て、なぜここに足を運んだ？強者の気配をたどれるのだろう。いや、何、少々確かめたいものがあったのでね。それって何ですか？団長さんのことに関係ありますか？私はこの目で見たものしか信じない。逆を言えば、この目で見たものならば全て信じる。神であろうと。初めてだよ、目にしたものを疑ったのは。しかし今や疑いは確信となった。哎呦，看来我们的梅西亚很会哦。梅西亚·ラフォージ。この騒乱の現状は、终于被我抓到啦。そんなの嘘です。だって、この私の目を欺いたのだから、お前がたばかられていてもおかしくはない。あの女、最強重力衰。そうか、セタスはそれに感づいた。そのメイシア・ラフォージはどこにいるのですか？答えなさい。原来这是侦探，侦探尤迪亚斯的故事吗？決まっています。侦探的调查。待ってください。本当なんですか？本当にメイシアさんなんですか？信じられないです。私。だって私が見たメイシア。亚历山应该也经过这次的教训，就是不能相信自己眼前所见到了吧？目にしたものしか信じられないか。ならば。那他也只能看到真正发狂的梅西亚，才可以正式推翻他之前的概念。そこに奴らがいる。冲啊！亚历莎，快骑着一步破魔虫冲过去。亚历莎さん、
あなたは一体どうするつもりですか。そんなの決まってます。メイシアさんが本当に悪い人なのかどうか確かめに行きます。もし悪人だったとして、その時はどうするのですか。私ともう一度戦うおつもりですか。それともメイシアを撃つのですか。どちらにせよあなたには選べない。その覚悟がない。だから言ったのです。给软弱的那个亚丽莎，我觉得艾丽卡现在趁现在有资格说嘴也是蛮贱的。だってだってもう今だって悲しいですよ。街が燃えて人が死んで、でも逃げたくないんです。悲しくったって最後には笑えるって、そう信じなきゃ、そう信じなきゃ。自分の世界を捨ててまで。我终于懂了，亚丽莎就是相信绝解，要别人相信他，或是他去相信别人，相信绝解。いえ、ユアンさん、私没有什么是不是相信可以解决的事情。きっと正しいです。でも私間違えることを恐れません。立ち向かいたいんです。その意思。面白い。わ、進もう。偽りを超えて真実まで。参ります。ごめんなさい。他成功开启他的那个能力耶！突然连那个尤迪亚斯都来帮助他了。这场地参ります。怎么那么严重？私たちの道は交わらない。終わりです。我好奇亚丽莎是不是整个八位当中啊最喜欢喘气的人。エリカさん、一緒に行きましょう。お忘れですか。今のあなたは太陽、私は月、交わることはないと。そんなことないですよ。そんなこと、きっと。だって、仲間じゃないですか。仲間か。曖昧な言葉だな。君は好んで使うようだがね。一緒じゃないですか、私たち。ネクサスを、管理者を追うんだって。過去も未来も。今の生き方さえ重ならない。ただ目的だけが偶然同じになっただけ。それが君の言う仲間。ルナ在跑的时候像也会喘气的。对だとすれば軽いな。必要がないほどに軽い。亚丽那个优雅是觉得同伴是什么不必要，私にとっては自己强就好了。過去と未来が一緒じゃなくても、難得依然那么安静。生き方が違った。他说静静的看着你装逼。それがどうして仲間じゃない理由になるんですか。私ずっと森の中にいました。森番になるんだって。艾莎，不要想要当森林守卫啊！森林守卫就丢两张牌之后才会变成斗士啊，也没有很强啊。違いました。森番になったって変えられないことはあります。倒せない相手だっています。私きっと諦めてました。皆さんがいなかったらネクサスに負けてました。ううん、戦うことすらできなかったかもしれません。皆さんのおかげなんです。だから私、皆さんが大切なんです。それじゃあダメですか。今のユリアさんにとっては私なんてどうでもいいと思います。でもいつかは大切になると思うんです、きっと。なるほど。ま、好きにして。身为人生导师的尤迪亚斯，现在还是要尊重孩子们的决定。只是觉得孩子们，即使觉得孩子们的决定非常的蠢，但也只会冷笑两声之后就顺着他们去。真的是我们的慈父尤迪亚斯啊！我もすぐに行く。だから負けるな。はい、私負けません。啊，依然你不是可以用船的吗？赶快要船。啊，你不帮忙船吗？
还是他只能自己移动。聞かせてください。私、今は信じます。信じますから。でも、もし、嘘だった時には、私、メイシアさんの嘘に負けませんから。噔噔。好了，最后了，第九章，独一无二的存在。让卢文先行离去的伊莎贝尔，仍独自在街道上徘徊。而在烦恼着自身该做之事究竟为何的伊莎贝尔面前，骑士团团员接连不断地出现，并朝他无情地袭来。密田魔术、对峙术士、虚幻魔法、暴威魔人、魔法精髓。真可二十姐，这似乎有点强啊！这似乎有点强啊！魔力の爆発？どうして？あなたは？リ、オードさん。オード。ひどい怪我。過去を偽りを。所以他们人到底有多多？永远都是只有看到吴小人在死。よってたかって切り刻んで、他にやり方はないの？ここはあなたたちの国なんでしょ？傷つけていいの？そんな格好してるくせにどうしてよ？国のために戦うのが役目なんじゃないの？カイルみたいに戦争にいいも悪いもないってカイルは言ってたわ。ただ対立する正義があるだけなんだ。对立的两种真理吧。だったらこんなやり方おかしいわよ。正義なんかじゃない。あ、しまっ。被前后了，前后都来一个。油断したわ。でも被偷袭啊。この刚那个是直接打在脸上吗？今のお前ではたどり着けん場所だ。まあせいぜい気をつけることだな。ここは戦場。ここはもう戦場だ。反撃力真高啊，巫师！だって仕方ないじゃない。どうすればいいかなって。就不懂啊，这个穿的越少，反撃力越高啊。わからないのよ。うわ。だって私を惑わせることばかりじゃない。この世界は。又来啊！この国に興味はないわ。这样我们伊莎贝尔到底怎么受得了？目の前で戦争で人が死ぬのは嫌。エレノアのことは大切だわ。でもどう接するべきかわからない。ローウェンにも。快点解放啊！生门开！不行了！私は伊莎贝尔在哭了。来了，艾琳娜又来了，又来了。为什么你要用这种出场方式啊？言っただろう。私は悩まない、迷わない。魔法修酒，艾琳娜讲。シアンとコースを立てて決断を出した。あえて言おう。真的是最会装逼的，没有、啊，最会装模作样的艾琳娜。曖昧で不合理で、だから私はそれを命名为友情。这是友情之力。お前の手の温かみを思うのも、お前の敵を私の敵と見なしたくなるのも、すべてこの感情、友情に基づくからだ。我が友、イザベルよ。マギス高潔会の長ではなく、エレノアグローリアとして。
お前に力を貸そう。太神啦、エレノア、あなたと一緒なら。あの方を。お？行け、イザベル。エレノア、ありがとう。是什么？这虫子受到伤害为零，这个虫子不会受到能力卡牌。你是天盾啊？这个回合结束时，有转换魔法三层的二层的灵之风，随机增加一张。我靠，有够强！这是什么东西？可以做坏啊！所以对方也做坏，对方为什么直接从五费开始？三把天盾奖。啊、我刚刚带征服牌组来玩的，可恶！驚くべき技術。迷うことなく咲き誇ろう。召喚魔法。我は誰だ？来呀、啊，再来呀、啊！作戦開始。哎、欸，怎么？我觉得他刚好下的怪都是我刚好可以解的、欸，怎么那么神奇？攻撃。迷うことなく咲き誇ろう。转化魔法，他所以他的能源下单子大怪。天盾绝解。消えろ！攻撃！攻撃！こっちだぞ！我卡场了。食べたくないよね。迷うことなく。这真的会输吗？でな、俺の可愛いしもべたち。邪魔だ。恨まれるのは慣れっこなんでね。今度は金縛りってやつさ。我们天盾被降空了。我们天盾飞掉了。私は勝たなくちゃならないんだ。おっとっと。これで決めるわ。孤独でいい。我们天盾变成那个了，战利场之枪啊。攻撃。こっちだぞ。消えろ。啊！又回来了。私を葬るわ。哎，可以进化阿琳娜哦。好，我们来进化她。停止します。他为什么刚才还想了一下？这个电脑是真的是电脑吗？你刚刚有看到他想了一下吗？停止します。作戦終わり。サンバ、愛你な、友達之力。覚悟はいいかしら。天の外にも花は咲く。消えろ。口を閉じよう。私は。ありがとう。エレノア、天际之花卡贝，是给。这是什么合体技吗？啊！エレノア、ありがとう。礼はいらん。お前のおかげで、私は未知なる私に気づくことができた。そんな。何もしていないわ。私何もできてない。私は課題にも過小にも評価しない。イザベル、お前は私を迷わせた。私を変えたのだ。お前も私によって変わるがいい。迷いを払い進むがいい。お前にはその力があると、この私が保証する。艾琳娜好抢戏哦！我注意到她是自己走在另外一种剧情，她自己是在《工会动乱篇》，然后开创另外一条支线。二度言わせるな。私にもわからん。理由らしきものを挙げることはできるが、そのどれもがどこか足りん、物足りん。だからそういうものだと受け止めることにした。理屈ではない。頂上の感情なのだ。それ以外で説明はつかんさ。そうだろ。イサベル、
おおお、行け、イザベル。行かぬなら、私の魔法でお前の体を軽くしてやってもいい。とにかく行け。もはや迷うな。艾莲娜太成熟了吧？这个还不做成主战者吗？まだどうすればいいかわからないけど、でも理屈じゃないのよね。思いに従う。この胸の思いに。你看艾莲娜的那个瞳孔里面，看得到一个宇宙呢。私行くわ。礼を言うのはこちらだ。まさか私に理解できないものが存在するとは。只不过这个篇章真的好好举例机器啊。しかし、イザベル、私がお前を助けるのはその対価としてではない。私は天外の花にしてお前の友、私のためにそしてお前のために咲き誇るがエレノワ・グローリアだ。GG！ 好啦，那么今天的晚上的主线剧情就先暂时玩到这边了。那明天的话还会继续，就是把最后的工会动乱篇给、的那个最终章给全部破完。那如果你还想要知道到底梅西侠最终有什么样的发展，还有就是到底这个主角一行人能不能成功阻止管理员呢，那我们明天就不要错过。如果喜欢我的影片的话，先点个喜欢，喜欢的话先点个订阅，在订阅旁边有个铃铛给它敲下去，可以追踪最新的直播动态咯。那就这样啦，大家晚安咯，拜拜。如果喜欢我的影片的话，不妨点下订阅关注我，才不会错过最新的影片资讯哦。我是玉峰叔叔，我们下回见咯，拜拜。